で今回はウィナーズの時には本当に大変お世話になりました。お世話になりました、実践学園高校鈴木コーチということで、決勝でも、はいはい、予選リーグでも大変お世話になって、はい、もうちょっと本当に悔しい思いといろんなことを体験させていただいたんですが、はい、今日は体験入部ということで、今日はプレイヤーとして、はい、参加させていただきますので、もぜひよろしくお願いします、はい、こちらこそよろしくお願いします。一つだけお聞きしたかったんですけど、はい、実践学園高校のウィナーズの決勝、はいはい、交代選手4枚替えのタイミングって、はい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 、あれは意図として4枚替えをあのタイミングでしたっていう、はいはいはい、感じなんですか。まあ、多少それはありますね、はい、やはり1回目やらせていただいた時も、はい、やっぱ2試合目ってことで、はい、ちょっとこう体力的に、はい、そうですね、はい、っていうのもあって、はい、あとはまあ出場機会のところもそうなんですけど、はいはい、キャプテンの子も含めて、はい、最後のところも勝負どころで、はい、彼らを出せればっていうのはあったので、はい、まあ、ちょうどこういう皆さんの体力的にも厳しい時間帯に流れを変えれればと思います。そうですね、もう結構もうみんな疲労困憊というか、はい、なので普段交代しない選手もちょっとまあ、泣く泣くというか、はいはいはい、まあ、しょうがなく体力的にというところで交代して、はいはい、そのタイミングで4枚変えて、あれでガラッと流れが変えたので、まあ、監督ですごく勉強させてもらった。いや、とんでもないです。もうすごい体験、もうすごい非常にいい経験をさせてもらったんですけど、はいはい、今日はもうプレイヤーでやらせてもらって、はい、ぜひすみません、よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。まあ、先ほど鈴木コーチからもお話しさせてもらったんですけど、ウィナーズの時に非常に苦い思い出、悔しい思い出をね、まあ、でも本当に成長させてもらえたといういい経験をさせてもらったんです。今日は体験入部ということで、はい、こんにちは。こんにちは。もうキャプテン、もう覚えてる、もう覚えちゃった顔途中交代でだいぶやられましたから、見たくない顔でした。見たくない顔、見たくない顔、決勝で負けちゃったよでも今日はプレイヤーでね、一緒にしてやらせてもらうんで、はい、この暑さ見事にね、日差しを阻むものがないっていう。いや、ないです、はい、いや、久しぶりです、じりじりと。高校サッカー、まあ、もちろんその選手たちに何かを感じてもらいたいっていうので体験入部させてもらうんですけど、はい、今日は高校サッカー甘くねえぞっていうのを多分体験させられると思います。はい、僕の方が経験させられます。とはいえ頑張んないとね。そうですね、はい、夏の大会も終わって、うん、これから選手権に向けてっていうところだと思うんで、そうそうそう、交代連もそう、インターハイ終わって、はい、これからリーグ戦とかもあるけど、でリーグ戦で最後集大成の高校サッカー選手権冬のっていうところに移行するので、はい、まあ非常にチーム作りっていうところでは、まあ、本当一日一番大事な時期なんで、重要な時期なんで、この夏場の時期っていうのは茨らんといかんですね。ですね。これであれか、走行距離とか、はい、分かるやつ、バレちゃうやつだ、これ、はい、OK、 OK、 こんにちは。こんにちは。じゃあ最初にポジションとお名前お願いします。ディフェンダーの桃瀬武です。キャプテンということで、ちょっと実践高校サッカー部についてお伺いできたらなと思ってるんですけど、はい、部員とかって何名ぐらいいらっしゃるんですか。150名くらいです。いや、今日は A チームの、はい、25名くらい。そうなんですね。いつも練習は1週間でいうと何曜日が練習の日なんですか。火曜日以外はほとんど毎日練習してて、まあ、日曜日に基本的にゲームがあるので、まあ、そこに向けて準備していったり、まあ、選手権だったりがあるのでそこに向けて準備していく。ちなみにウィナーズと先日戦ったと思うんですけど、ウィナーズと戦ってみて感想とかございますか。まあ、2回とも本当にまあパワフルなサッカーをしていましたし、まあ自分たちとてもやりにくかったんですけど、まあ2回目はどんどん自分たちの中で修正して、エラーが起きたことに対してどんどんトライして、どんどん修正していくっていうのは自分たちの課題でもあるので、それをできた試合かなと思います。なるほど。途中交代からだったもんね。はい、そうです。あれどうだった実際、入ってさ、はい、1試合目は最初から出てたでしょ、はい、途中から出てウィナーズのメンバーとかやっぱ足止まってた結構。いや、まあ、自分たちは高校生なんで、うん、いつも20分より長い時間でやらせてもらってるんで、まあねうんまあ、運動量的な問題はなかったかなと思って、うんまあ、途中から出たら絶対状況を変えるっていうのが、うんまあ、自分たちの今の課題でもあるので、はいはい、途中から出た選手がゲームを変えるっていうのは、うん、自分たちが必要とされてることだと思ったので、まあ、ゲームは変えれたのかなと、うん、明らかにちょっと足が止まってた、はいまあ、少し止まってたやっぱそうだよね、はい、それでも
やっぱ最後まで走ってきたところあったんで、うん、負けたくないっていう気持ちはすごい伝わってきて、うんうん、まあ、リードはしていたんですけど、まあ、心の中ではすごい焦ってたっていうのがありました。うん、参りました。今日はお願いします。お願いします。那須さん今日来るみたいですけど、はい、チームの雰囲気とかどんな感じになってました？まあ、盛り上がってたですし、まあ、聞いた時はみんな喜んでました。まあ、那須さんから何か吸収したいなっていうのはみんな思っています。わかりました。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。150人のうちの25人が、ごめん、いや、俺入れてね、トップチームということで24名か。はい、こんにちは。早速ですけど、今日那須さんの方が練習参加してくれるので、最初にちょっと一言もらいたいと思います。こんにちは。こんにちは。ウィナーズの時は大変お世話になりました。選手と僕も含めてだいぶ悔しい思いさせてもらったんですけど、まあ、でもあの大会通じて本当たくさんの人が、視聴者も含めて実践学園高校のサッカー部のみんなの勇姿だったりとか、すごく好ゲームができたことでたくさんのサッカーファンが喜んでくれたので、そういう意味では本当改めて感謝してます。で、今日は、プレイヤーとして那須大輔として参加させてもらうんですけど、まあ、実践学園高校これからリーグ戦とか、選手権あると思うから、その中で少しでもなんかこうヒントになるようなことだったり成長につながる今日の練習参加になればいいと思ってるので、まあ、短い時間ですけどよろしくお願いします。よろしくお願いします。コミュニケーションとかが非常にね、勉強になると思いますんで、いろんなものを吸収してやって、早速ですけど、あとマグネットも一応これ準備させていただきました。 ありがとうございます。はい、チーム分けとかですみません。うわ、すごい。ちょっと2日間少し落としているところもあるので、少し、上げた状態にして明日また落としてっていう感じでいきたいと思うので、特に駒沢相手にはやっぱ体重のところ、あとはね、2回とも負けてるんで、まあ、そのリベンジのところも含めてやっぱ強度の高い練習、ヒロが、やっぱ選手、に練習参加しましたけど、やっぱ強度のところは問われてるのね。結局やっぱこう話をした時にもやっぱテクニックとかそういうところはいいけど、ちょっと強度のところが低いよねっていうようなことをコーチの方からも言われたし、ヨシもそうだね、うん、中央のところ練習参加させてもらったけど、やっぱそういうところはやっぱ物足りない、あとパススピードのところも全然違ったと、まあ、本人も言ってるし、他の選手とかもそうだし、いろんな選手が大学参加して自分たちに足らないところってこういろいろこう勉強してきてると思うので、それをしっかりとチームに還元して、まあ、そういうところの力でもやっぱ満タンに圧倒できるようにトレーニングしていきましょう。いいですか？はい、じゃあ行きましょう。
スラローム。マイルトップスで戻っていって、横パスね。横パスで終わり。違う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 。違ナイスナイス。オッケー。オッケー。大丈夫だなこれ。よしよし。皆さんファーサチファーサチ。オッケー。1位やるの。え？マッチョ。ファーサチ。ファーサチ。ナイス。ナイス。ナイス。オッケー、ちょっとこの前言ったけど、ここのスラロームまでのところね、そこで一気にグーッとスピード上げて減速するように、そこからテクニック、カリも一緒ね。オッケー、じゃあ今度ドリブルしてスラロームして、カリはそのまま戻ってくる。オッケー、加速の距離伸びるからそこをうまくどう使うかね。最後の横パスに対して、ゴー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 チャット。今度は最初にボーンと出て一番奥ね、一番奥からスラロームで戻って、そこからもう一回加速する。で最後横パス、スピードの強弱もつけながら。やばいね。一番暑い時間帯ですから。一番暑い時間、この時間で試合するからね。お先やってる7ゲートの突破ね、6対6でいきます。
7個あるので6個しかないところしか守られないので必ず1個空くってところで必ずアクションを起こしてそこでスルーパスだったり受けるっていうことで2ターンいけんだったら早く1枚が寄ってあげてゲート突破からもう1回パスしちゃうとかいう形でどん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 3点が取れるように運動量を持ってやります。とにかくターンだったりとかしっかり首振っていけるんだったらもう逆サイド、相手が来たんだったらまた逆サイド、そういうようなイメージでできるようにしましょう。で高強度のところはさっき言ったのでそれしっかり求めて、前節の試合もやっぱ運動量すごく少なかった、いつもだったら13キロいってる選手も12だったり11だったとか、いつも11点の2、9とか8だったとか、まあ、そういう選手も多かったのでなんだかんだこう勝ったんだけど、でそういう運動量だったり自分たちが目指すところっていうのは達成できてないと思うので、必ずこの暑い中でもしっかりと集中してやっていきましょう。いいですか、はい、行きましょう。広いになって広げる、グラウンドの右、左で見ますよ、手は右、手は右、あーディエスカーさせんなー、1位、微妙だな、2、あと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 、1、左、今言ったけど集結させたら逆だ、展開、展開、はい、パス通過、乗り通過、パス通過、乗り通過、左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 、おー、レース1、また締めて、詰めろ、いや、間いる、広げて、ドリとパス、お、左、残る、通過して残る、おー、でかい、はい、カロー、はい、通過、守備の時は集結させる、攻撃の時は広く、特にさ、もう集結してる中で、バックステップ踏んで、こういう角度の時には、なるべくワンタッチでも、ここで時間かけないよ。普段だったらサイドチェンジもあるかもしれないし、スリーバック開いた時のウィングバックかもしれないし、ちょっとここでもたついて結局そのゲートを塞がれてっていうのが結構多いから、あのワンタッチで通せるとこ、あとは入ってってこういうワンツー、ワンツーはどんどん入れる、オッケー、サイドでもあるし中央でもあるから、ワンツーでの崩しもゲートのところは意識して、はい、よーセコッ、あーファイドラップ、はい、来てる、来てる、あれさ、負けない、負けない、ね、そう、パックアレルだぞ、最悪当ててますよ、サイドの局面、あ、1、逆サイド、寄って1枚、バトル、どうする、あー、あれじゃなかった、まっすぐ、最後、あ、1、まだついてるぞ、で、こっち、あー、ナイス、はいはい、3対1、はい、アウト、アクションが減ってるぞ、体の向きは、はい、詰める、ナイス、アレッサー、それ1、取れ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 、取おー、浮いてるぞ、フラッシング、はい、ナイス、タケタケ、グラウンドはないよー、バッツ、おー、ナイス、おー、ナイス、カイダー向け、おー、ナイス、ドリブル OK、 じゃあ、ここメインで6対6ね、で、3、3の2列でやりましょう、ここから実戦に近い形で3、3でやっていきます、はい、できよだけでない、ね、あ、作る、場所作って入れ回せばいいよ、入れ回せばいい、はい、やめよ、はい、次へ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 、はい、次へ、次へ、やりましょう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 、縦パス入ったけど、後ろはどういうコーチング、毎回しろ、そこ
はい、どうぞ、そっち。こっちからね。コンビネーションだから、これコーチングで、パツが先に、どっちもちょっと遅れるから、0コンマ1秒がさ、命取りになるから、だったら、パツがもしもちょっと後ろに立ったら、あれだったら俺もコーチングするから、パツが行かないで俺に行け、どっちかというとこういうバランスの方がいい、ちょっと前ですよ、だから、どっちかというと俺を行かしてもらって、パツがカバーに行く、そこら辺の駆け引きは、ちょっとこう、受け渡すみたいな、自分楽して守るっていう感覚の方が、あれだとなんか行き当たりばったりでもう入れ違っちゃうから、そうそうそう、だからそこのコーチングそこへ、はい、一緒に合わせてこう合わせてこう、ナイス、キャオミコーデー、キャリオ、キャリオ、まずカバー任せて、キャリオ、アボールです、赤入ろう、赤入ろう、バック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 バ ここにいたじゃん、相手が。ほんで、まあ、一回さ、出せなかったけど、それで竹で立て立てになった。やっぱ同じレーンでさ、もらうとさ、受けると、やっぱどうしてもそのまま圧力かかって難しい状況になっちゃうから、あの、やっぱ、センターバックの真ん中を持った時の、ここにスペースあったじゃん。ここに空間あったじゃん。あれを、やっぱグマが、あっ、すごい活躍。そうそう、分かったでしょ。それで、入りすぎても、だからタイミング的には予測が入ってれば、相手は絶対に後追いでこう来るから、こうやってだってさ、少しここに出してっていう。アイコンタクト入って少しこうここで受けるとこういう守備しかできないから斜めにファールとかしかできなくなるからあそこの自分から引き出すっていうことをしてしたらグマが前向きにもらえるし
少し横向きになるけど、それでも前にこう、うまく持っていければ、はい、相手はもうかなり嫌な状況になるから。サッカーってこの0コマ1秒の判断っていうのをすごく求められる。失点のシーンだったらセンターバックいて、前の3枚の1人がこう落ちてきて、この間に置いてるからセンタリングの時こう点で合っちゃうと失点するっていうシチュエーション、覚えてる選手いるかな。あれもセンターバックがこっちにこうつくのか、キーパーがコーチングもできるだろうし、後ろのこのプレスバックに来た選手がセンターバックにつけていくし、準備の段階で決まるんで勝負って。これがこうルックアップした時にカットインのところにスペースあったじゃないですか。でさ、最終的に縦に渡して立て立ての同じレーンだったら厳しい状況になっちゃうでしょ。でそれでも打開できる時あるんだけど、でも縦に、あ、グマにとってはそこのスペース、特に前向きに向いたらディフェンス嫌でしょ。そこのスペースをいかに自分で引き出して、そこで前向きに勝負させる。ディフェンスは斜めしか、そうしたらさ守備できないから、ファールに近い形で止めないといけないとかなるから、そこの0コンマ1秒の判断一歩下がれば多分失点にならなかったのよ。前プレスバックの選手がつくとか、ついてお前前行けとか、その声掛けだけで失点が防がれんの。予測っていうところをみんながこう声掛けすれば、もっとこの試合までの質が上がってきたら、それはちょっと意識しましょう、俺も含めて。ダメでもいいから1個前のやつ、全体動かせとは言わないから1個前のやつに声掛けてしてあげよう。それだけで助かるから、後ろのやつがね、1個前のやつ、選手はとにかく人が余ったら前に押し出してあげるっていう、それによってこうドリブルで中に引っ掛けて選手プレッシャーともいける。後ろの選手たちが声出して、Let's go!
と左、遅いできない、出ろよ、押さえ、滑ろ、はい、挟む、挟む、ナイスよ、ナイスよ、ナイスよ、もう一個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 、もう一お疲れ様でした。ありがとうございました。芝のサッカーはきついですね。ピンと5回以下は出していきます。あーやべえ、俺だ。ピンと5回以下歯が絶対折れそうだ。いやー、那須さんが5回以下なわけないじゃないですか。いやいや、5回以下なわけがない。5回以下。はい、歯が那須だ。わー、行きましょう。わー、5回。ちなみに那須さんはスプリント回数何回だったんですか。1回。那須さんスプリント1だそうです。前半から何も勝ってない。ありがとうございました。よっしゃ。いや、実践高校とご縁持たせてもらって今日練習させてもらったんですけど、まあリーグ戦週末あるっていうことなんで、まず僕からさっき言ったみたいのその判断の部分 0.1 秒、ゲームでも、まあ、タケがこう俺に声かけてくれて、その判断が失点を防ぐとか、だからみんな途中からグマも自分から引き出すとかさ、自分から呼び込むってことしたと思うけど、そういうほんとちょっとしたことで失点とか得点って結びつくもんだから、俺の武器っていうのは声っていうところだって、周りを動かすっていうところ、まあ今はなかなか動けなかったから最後のボールの取るってところまでいけなかったけど、でも限定させる、限定して追い込んで前に追ってもらって、それで自分が取りやすいようにするっていう、だからそのそれぞれのポジションであると思うけど、その判断っていうところはもう今から変えられるから、その 0.1 秒のその準備っていうところ、守備だったら攻めてるときに結構ボールウォッチャーになって、でもあそこの1歩2歩でルーズボール拾えるとか、 あそこのこうカバーリング、サイドバックをちょっと絞らすだけとか、それによってこぼれ球をそのまま回収できるとか、もうほんとそういうちっちゃいところ、前だったら自分からその空間を作って引き出すとか、呼び込むとか、それとかパスでメッセージを出すとか、今からできることだから、それは明日からも変えられるから、練習でそれが変えられることによって試合で変わるから、声掛けでいろんな選手たちが助かるとか、そういうのが出てくると思うから、それは本当にやってってください。まあこれからリーグ戦とか選手権とかあると思うけど、声のつながりだったりチームのつながりっていうのがゆくゆくの力には絶対になってくるから、今みんな個人で全然頑張っていい、頑張るんだけど頑張り方と判断だったり決断準備だったり、そういうことの積み重ねすれば必ずチームとしてまとまってくるから、質がどんどん上がって要求がどんどん上がって、それがチームっていうもんだから、本当これからの、ね、リーグだったり選手権っていうのを期待してますんで、本当頑張ってください。本当みんなの勇姿っていうのは、まあ、ウィナーズの、ね、試合でもそうだし、たくさんの高校生だけじゃなくていろんな人を勇気づけてくれたから、これからも頑張ってください。ありがとうございました。よっしゃ、うせっレイ、おはようございました。うわ、悔しい。これが那須さんが取れなかったトロフィーですか。これそう、あと一歩で、あと一歩まで、まあ、来年取れるようにまた、はい、いや来年こそは絶対に掲げられるように頑張りますよ、はい。